はい、イラストレーターの沼田たけしです。室木お寿司です。青木健太郎です。大野正文です。はい、ということでですね、今日はこちらの4名で、お送りしたいと思います。はい、今ですね、ええ、劇的な変化が室木くんの中で起こってるっていうことで、室木くん、いや、なんかバズってる、女性化、俺女性化が、内面の女性化が出てきたとか、そういう話ですか。内面の女性化出てきた。出てきた。劇的な変化っていうと、V ネック、 V ネックじゃないのかそれ。いやいやいや何、胸元ちょっと出し始めた。サウナ T シャツをね、サウナ T シャツ着てますけど、はい、すごいですよね。はい、すごいっすよね。なんですかね、何の話でしょうか。なんだっけ、なんだっけ、貴重面な子猫たちだっけ。貴重面な子猫たち。それね、ボケがすごい。知らない。やんの？知らないな。大変。大変な棒を持つ猫ですよね。もう言ったね、青木君。言ったね。言っちゃいけない言葉を。言っちゃいけない言葉だったんかい。ボルデモートみたいな扱い。ボルデモートみたいな。怖いよ、もう、もうね。いや、だから、一日でさ、なんか、フォロワーがさ、もうなんか、何人行ったの、うん、6000人とか7000人とか行って、今1万人とか、もっとすごいっすよ。もう1日で、もう5000人ぐらい行ったんですよ。4700ぐらい行ったんですよ、1日目。ツイッターだよね。ツイッターで4コマ漫画を始めますっていうふうに、室木くんが、おもむろに、別アカウントで、棒猫、貴重な棒を持つ猫という、ツイッターアカウントを立ち上げて、4コマ、1本目を上げたら、うん、なんと1日で5000人、うん、すごい。そうですよ。で、今や3日目なんですが、3日目でもフォロワー1万人で、ですよね。フォロワー1万人超えましたね、今。で、室木君のフォロワーが8000人だっけ、9000人だっけ。8000人です。で、ゴリラ川柳が、ゴリラ川柳が7000人です。あっという間に、だからすごい、やっぱ猫ですよ、やっぱり。猫パワーって、猫パワーっていうか、すごいね。ゴリラじゃない。ゴリラじゃなかったじゃない。圧倒的な猫とゴリラの実力の差が出てしまいました。ちなみにゴリラの推移ってどんぐらいだったんですか。ゴリラはね、本当に始めた時は多分500人ぐらいだったんですよ。1週間ぐらいで。1週間くらいで、うん、で、何回もこうバズったりして1000人超え、2000人超えってこうちょっとずつちょっとずつ増えて、すごいね、うん、で1年半ぐらい、確かね、1年かけて4000人超えなかったらもうやめようと思ってた、うん、これは半年ぐらいで確か4000超えたの。すごいな、4000人もすごいけどな。そうなんですよ。だからさっきなんかね、ゴリラ川柳が7000人ぐらいとか言って笑ってたけど、そうそうそう、いや、まあ、ね、俺ら別に4000も言ってないですよ。ゴリラ足元にも及んでないから、足元にも及んでないくせに笑ってんじゃねえよって話です。ゴリラも怒ってるよね。いや、でもね、ツイッターの世界、ゴリラにも猫にも負けてる。人間、人間が人間が人間が、うん、でもツイッターの世界でも最近さ、うん、10万20万当たり前みたいな世の中なんですよね。え、フォロワーが、フォロワーが、はあ、だからね、こう、うん、もう1万人超えたっつっても、まあそれは嬉しいんだけど、うん、なんですか、その上の人たちからしたらさ、あ、天空人、1万1万って釣ってる感じですよ。一番も庶民な、庶民、庶民というか、もうな、あ、なんかなんだろうね、小銭じゃんっていう感じですよ、ね。コンビニだったら俺、うん、あのボックスに入れてる。待って、ちょっと待って。痛い。僕今ね、今現在僕1042なんですよ。
ああ、もうだから。こんなん生きていけないじゃないですか。そうそう、ね。カスですよね。リッツの袋に入ってるカスと一緒です。何これ。こんな。こんな風に言われる。俺も2000人ぐらいだけど。カス。そんなのって俺なんか持つしかないよ。カスで。もう、カスです。でもね、だからそこら辺の人だから比べたら、もう1000も1万もほぼ一緒みたいな感じです。うぞうむぞうってことだ。うん。おはぎ世の中だわ。そうなの、ね。なんか最近ちょっとでも。うん。あ、すいません。なに。あ、うん、言うても3日目じゃないですか、まだ。今のこの日、今日撮ってる。あ、そうだ。だから3日だです。だからそれは、ね、これ流れてる日は、うん。もしかしたら2500万ぐらいいってると思います。ありうる、ありうる。日本の人口の4分の1をね。1ぐらいいっちゃう可能性あるよ。有吉か猫かになってるからさ。そう。それは本当、ありうるけどね。なるほどね。そうなんだ。いや、すげえな。うん。嬉しい。まあ、嬉しいですよね。本当に。ありがとうございますっていう感じですよ。あ、だってあのタレントさんもね、リツイートしてくれてますもんね。そうですね。タレントさん、タレントさんね。ちょっと名前がいます。まあ、内田理央さんね。内田理央さん。ダーリオ。ダーリオですよ。ダーリオ。ダーリオ、ダーリオとあれなの、お互いフォロワーなの。フォローなの。あ、フォローです。ダーリオはもう。ダーリオフォローなの。持ちつ、そんな猫なんだ。持ちつ持たれつの関係なんで。すげえ。いや、嘘ですけどね。仕事したんでね、一回。ああ、仕事して。フォローしてくださって。へえ、優しいというか、素晴らしい。ドラマの共演者で、よく、ドラマの共演者でも、電話番号さえ交換できずに終わっちゃったみたいな話聞くじゃないですか。はい。そうだって。なんで、そんな、ただのイラストレーターが、一回仕事しただけで、そのフォローし合える仲になれるんですか。ああ、それはなんだろう。それは持って生まれた。言えないことない。すいません。言えないってどういう感じなんですか。わかんないですけど。いや、あの人って結構オタクなんですよね。うん、内田理央さんって。あ、そうなんだ。あの漫画オタクなんです、すごい。おで漫画とかのことすごい好きで、いろんな人をこうチェックしてるんですよ。もともと俺の漫画を見てたんですよね。すげえ。で、あれですよ、ウオモの棚橋さんと台湾に取材行った時の漫画をたまたま見たらしくって、で多分あの人集英社のモデルさんだから、まあ、ウオモの集英社で同じ雑誌だから、そういう関係で見たんですけど、なるほど。それでこの人に、私も一緒に取材漫画書いてもらいたいみたいなことをツイートしてくれたの。はあ、それはやばいな。素晴らしいね。それでその集英社同士なんで、俺のウオモの担当の人がめちゃくちゃ、俺のことを推してくれて、漫画書きますよ、あの人ならきっと、みたいな感じで、あっせんしてくれて、このフォローしてくれたみたいな感じですよ。今、内田理央さんのツイッター見たら、YouTube やってんのか。あ、やってますね、YouTube。YouTuber。最近始めたね、YouTube。しかもなんか結構、あれだね、そうね、なんか面白い感じのやつや。面白い感じ。ゲームもやって、ゲーム実況もやってる。なんかオタクなんだよね。サレンダー橋本さんの本も、あ、そう、サレ橋さんの漫画を結構宣伝したりとか、だから本当すげえサブカルの漫画とかも、本当サブカルの漫画が、山本瑞希とかもなんかあれだって言ってたけど、ほら、なんかオタクだって言ってたけど、あ、そうなんだ、うん、結構漫画とか好き、これか、ねえ、内田理央さんもあれなの、ダーリオチャンネル、ダーリオチャンネル。すごいね。そうなんですよね。だから、でもめちゃくちゃ嬉しかったけどね、リツイートしてくれて。これでまた爆発した。これでだから本当フォロワーの人が
すごい増えたなと思って、なんか理由ありそうだなと思って見たら、リツイートしてたから、やっぱ強いっすわ。人気者のリツイートは強い。33万人フォロワーだよ。33万フォロワー。そうよ、ほんと。33万人がフォローしてんのに、リツイートして伸びたとはいえ、まあ100、200ぐらいなんだけど、33万増えろよと思うけど。33万増えないけど、でも、お前らの好きな。増えてもいいよね。3万フォロワーぐらい増えてもいいよ、ね。お前らが好きな人が好きって言ったんだから、フォローしろよってね、全員。そうか、でもなんか、勉強になるな、そのぐらいしか増えないのか、逆に。まだ、まだでも、すごいな。これからどうなっていくか。これが本当に、これいつぐらいにアップする予定なんですか、沼田さん。いや、1週間、早くて1週間か遅くて2週間ぐらいだから、もうちょっと。倍、倍、倍、倍で考えていったら、140万ぐらい。どういう計算か。でも5万はいってそうだよな。7万くらいいくのかな。いやいや、いってないと。いってないと。そうかな。いや、でも10万いったらもう止まんないね。止まんないね。でもね、その、うん、さっきあのこの放送前に話したけど、うん、俺の考えてた、フォロワーの伸び方じゃないんですよ。そうなんだ。予定してたのは、うん、とりあえず開けたら、まあ、自分のフォロワーの人とかが、うん、いろいろフォローしてくれて、うん、まあ、なんだかんだで800人から1000人想定して、うん、で、まあ、500でも、まあ、そんな御の字かなっていうぐらいで、想定したが ゴリラ川柳が、川柳が7000でしたっけ、7000、うん、でもだけど始まった時500人ぐらいだったからね、うん、ゴリラ川柳をベースに考えれば、うんうん、ゴリラ好きよりも猫好きのが多いから、うん、ゴリラも好きで猫も好きって人がじゃあ800人はいるだろうって思ったってことですか。いや、そうかも、そうだね。なんでそんな難しく言い始めたのかよくわかんないけど。なんとなく、まあ、漫画の面白さはないの。そっちでいいじゃん。ゴリラ始まりで。付き合いでさ、まあ、付き合いで1割ぐらいはフォローしてくれるんじゃないけど、まあ、知り合いとかも含めて。ああ。と思ってた。けど、そんなすごい伸びたから、伸びた理由が、俺の想定の違うところに食いついてる部分があるんですよね。それはどういう分析のもと？かわいそうっていう。かわいそうみたいな。猫にすごい感情移入してる人たちがすごいいて。うん。言っちゃって大丈夫なんですか？まあ別に。なんかコメントでなんかその、そういうふうなのは客観的に見て書いてあったよね。そうそう。だから、今後その人たちが、うん、俺の書く漫画に対してどう評価してくれるのかっていうのが今の目下の悩みですね。なるほどね、うん、まあ、そんな悩みなんてちっぽけなもんですよ。なんでえ、だって僕ら1000に戦闘力1000のクズでも生きていけない。そういう問題じゃない。そんな悩み抱えられるだけ全然ハッピーですよね。まだ違うんだよ。もちろんね、嬉しい悩みであると思いますけどね。そうだからなんかね、なんかちょっと思ってたのと違うみたいに、なんかがっかりされんじゃないかなっていう不安を常々抱えているという。でも逆にそうですよね。そのなんか一気にそれだけ注目浴びたら嬉しいじゃないですか。でも普通は、いや嬉しいですよ、うんうん、嬉しい反面でもちょっと怖い気がしますよね。でしょ。なるほど、うん、だから本当にあんまりこうプレッシャーを感じたくない人間なんだ。なるほど。ね、だからおしつさんが言うように緩やかに続けて気づいたら増えてたぐらいの、そうそれを想定したテンションで やれた方が絶対なんか毎日が少し気楽にいけられますよ。あ、そうね、うん、初動 で、ね、初動がすごいからね、うん、株価で言ったらもう本当にあれだもんね、ガーッと上がってくから、ね、そういう場合ってさ、怖い怖い、ナイアガラとか
もう上がった時って内容が来る時とか多いから、うん、徐々に地固めしていく、うん、そうあの方がまああれだよね、株価は伸びるよねっていう。だからでも常々ね、もう嘘だ、これは嘘だと思ってもう、うん、いないとね、うん、だけどやっぱり才能がない人間にそんな奇跡は起こらないはずなんで、うん、お、まあ、お周り先生持続するんじゃないですか。あ、そうだよね。すごい、そこまでね、ブレイクするっていうのはね、いいなかなかやっぱり、うん、普通無理ですもん。あ、うん、無理無理。さすが。フォロワー数どれぐらいの方なんでしたっけ。ですね、今現在で1042人です。1042人すごいじゃん。ここをね、ここ変にいじるとね、ダメだ、ダメではある。イオシニですね、イオシニ。いや、覚え方どうでもいい。そうだよ、すげえよ。いや、これでもね、ほんとね、あ、まあ、今まで生きてきてとか、うん、イラストレーター人生の中で味わったことのない何か風が起きてるっていうのはあるから、うん、この風乗んなきゃいかんぞっていうね。お寿司さんといえばもうかれこれもう4年前ぐらいですか、あの、うん、あの大富豪になった。あ、ね、2016年ね、巨万がね、2016、巨万の年で、巨万元年と呼ばれているね。巨万元年から、はい、その間3年ぐらいリーマンショックが続いたわけじゃないですか。リーマンショックが続きました。そんなリーマンショックだったかも。いや、だいぶ、いやいや、普通にすごかったんですけど、その間も、うんうん、そっからまた2回目来るかみたいな。いや、もしかして2回目の巨万元年が訪れるんじゃないか。たった4年後に2回目来るオリンピックかみたいな感じですよね。オリンピックは来なかったけれど、まだこれからだよね。巨万オリンピックはやってくる。巨万オリンピックすごい、ね、で今回の売れ方は前の巨万の時とは違うじゃないですか、うんうんうん、だから今回のが本当にすごいやつの可能性ありますよね。えぐいよね。ね、うん、可能性はあるよね、うん、そうよ、えぐいね、うん、えぐいよ本当。もう巨万になったらもうリハビリヒルズもう一切出ないんで。マジか。リアルだな、リアル。もう俺らともう喋ってくんないでしょ。もうなんだリハビリヒルズって。リアルだわ。そしたらもうだってカスどもの。そうだ。どうなるかね、うん、もういやでもなんか普通に考えてこのままいったら、うん、まあ書籍かアニメかぐらいはするんじゃないかなっていう。このね、このまま本当に持続すればあると思うよ本当に、うん、持続がねできれば、だから本当に持続させたいよね。うん、うん、あと考えること、まあグッズか、なんか人形とか。グッズで人形なんて大野くんのお母さんに作ってもらえばいいよね。あ、リアルとかすぐできるね。ちょっと、うん、すぐ作っちゃいますよ、大野マザー。RC つけちゃうかもしれないですけど、ね、うん、大野母。RC つけないでくんなよ。おー、でも T シャツとかなんかすでにもう作ってんだよね、あれな。あのキャラクター自体はもう T シャツもあの、あ、そうね、もの自体はもう、な、あれ何年に発表したやつでしたっけ、あのキャラ。覚えてないんだよ。ワラストのライブ、ん、まあ、ワラストの、ね、何年前だ、企画でやったやつだけどね。ね、まあ、もうだいぶ、いつだっけね。だから、その、なんか、その、そこの時にそこまでの漫画の設定まだ考えてたんです、うん、全く考えてなかった。ただ、この組み合わせが面白いみたいなことで。そう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 。逆になんかその背景とか考えない方が面白いと思って作ったキャラクターだったから、なんかもうとにかく言われるがまま棒を持ってるっていう状態が面白いなっていうだけのキャラクターだったからね。なるほどね。それがね、
漫画家になる。一応そういう背景があるのがあるじゃないですか。だからなんかパッと思いついて出たわけじゃなくて、一応そ結婚前に発表されてて、そこに物語がくっついてきたから、でこれがもし万が一、すごいなんか変な現象になっちゃって、場合に、僕らがそれを昔からいやあったんですよみたいなこと言っても、この、イオシニフォロワーの僕がわめいたところで、誰の耳にも届かないじゃないですか。そうか。ああ、なんか、昔からあったんだよみたいなのが、嘘だって言われるっていう。嘘だみたいな。はい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 。だから、そこも協力もできない歯がゆさが。いや、しっかりしてくんないと、まあ、この証人になってもらわないといけないから。いや、誰だよ、お前で終わっちゃうから、もう。ね。イオシニ、イオシニフォロワー。イオシニフォロワーは。じゃあ、僕、別にでも、昔からあったっていうことをね、言う必要もないけどね、別に。ずっとそう思ってたよ、俺。言う必要ないよね、別に。今作ったやつでもいいんだよ。じゃあ、逆にバラすよ。なんかのパクリだって言われたときに、まあでもそういうふうにあると、まあそうだね。なんかパクリな、なんか言われたときに、そう。それがやっぱり、あれが一番怖いというか、なんかこう、いちゃもんつけられてきてさ。今の時代、ほんと怖いから。どの角度から文句言ってるかわかんねえ。わかんないからね。なんかされたの？うん？なんか文句言われたの？誰が？あ、僕が？うん。いやいやいや。ないけど、なんかもうそれぐらい考えとかなきゃさ、怖い時代になってんじゃん、今。うんね、でも、ツイッターであの昔上げてたりしたから、一応もう、証拠はあるんだよ。あ、じゃあもう、じゃあもうそんな、なんあすいません、ちょっとなんかしゃしゃりでしたっけ。イオシニがもうね、そんなに言ってくれなくても大丈夫なんです。そうだ。なんだよ、そこでもう、そこで物語っちゃってるから。で、あの貴重な棒を持つ猫で調べたら、あのエゴサーチしたら、ツイッターですごい昔に貴重な棒を持つ猫のサインもらったっていう人がいて、俺書いてたの、ちょっと貴重な棒を持つ猫。めちゃめちゃ今それプレミアもんじゃないですか。やば、やば、ね、これが売れたらプレミアになるかもしれないけど、それがさ、その書いた人が、このリハビリヒルズのイベントをやった時に来てくれた人の、その時書いたやつなんだよ、それ。え、リハビリヒルズのイベントの方なの？パル？あの最初、昔やったやつあるじゃん。小山とか。あのイベントに来た人。そう。あそこに来た人が、なんかサイン書いてくれって言われたから、うん、ただ当時俺何も書くもんがなかったから、唯一あるキャラクターで、その、貴重な本を持つ猫を書いた。1枚しかないってことですか、じゃあ。多分、そうだと思う、その時はね。え、あの、ワラストのイベントに来た時じゃないんだ。リハビリヒルズの方なんだ。リハビリヒルズの方。どういうファン？なんか、その、小山ファン。いや、誰かのファンなんだろうね。なんか、大喜利で尖っていたお寿司さんが書いてくれたって書いてあって、俺、大喜利で尖ってたんだって、最近、恥ずかしいと思った。尖ってた。記憶が全くないね。あのね、尖ってたよ。ムロ君と西野君尖ってた。さすが尖って思った。いや、西野君はすでに尖ってるからね。二人ともね、なんていう、やっぱ小山君がさ、すごいこう、あ、人気でさ、人気っていうかもう、小山君の言うことがキャーキャー。ああ、指摘されてたんだろうね。だから、で、ジュノソン君とシゴ君も、やっぱり、あの二巨頭でさらに人気があるから。その中で、尖るしかないわな、そしたら。西野君のね、やっぱりセンスがすごい痺れたね。さすがだなと思って。そんな今状態になっているってことか、この場が。そうだね。時を経て。いや、すごい。そうですよ。いやー、なんかね。尖るわ。いや、すごい。
もう今じゃね、もうあれだ、ドル箱だからね、室木義くんが動いたら。ねこういうのもなんか、うん、ですか。なんかあれも出たって言ってたじゃん、なんか今ツイッター見たら、あの、月曜から夜更かしに、ああ、室木くんが出たわけじゃないのか。俺が、なんか、記事。記事、昔書いた記事のなんかが出た。すごいね。それは、ムロフ君にお金が入るの？いや、全く入んない。全く入んない。紹介していいですかみたいな感じで。そうそうそう。なんか、名前を出してもらったぐらい。うん、すごい、ね、名前出たの？名前はな、あの、あれね、テロップでね。そうか。じゃあ、イラストレーター、ムロキお寿司じゃなくて、普通にムロキお寿司作みたいな感じで。ムロキお寿司、なんかね、ジモコロっていうサイトでやったやつで。なんかウェブサイト地元ロムロキお寿司って出てたけど、なるほどね、地元ロの方にはお金入ってる？いや入ってないと思う。多分紹介していいですかっつって、いいよっつったらただただで出て、ダメって言ったら出ないっていうぐらいのもんだと思う。なるほどね。テレビってただで作れんだな、そしたらな。ね。出店みたいな感じで出ただけか。よくツイッターで炎上してるじゃんね。なんか。これニュースに上げていいですかみたいなやつが来たみたいな。ああ。え、でもただだもんね。あ、ただなのか。ただ上げてた、そしたらなんかね、何の得にもならんしね。あ、もう得だから。でもなんか、クオカードももらえないんですか？わかんない。あ、でもわかんない。なんかでも値段がつく、なんかニュースとかで提供の映像みたいなやつって、うん、なんかジャーナリストの映像とかめちゃくちゃ高い値段だったりするじゃん。ね、うん。だからそういうのは当然だよね。買い取りなのかもしれないけど、うん、まあわかんないけどね。そうやね。そうか。バラエティとかだとあれなのかね。バラエティはなんかよく問い合わせがあったりするけど、お金くれるって言われたら一件もない、ね。そうなんだ。そんなに問い合わせくんだ。なんかたまに。なんかで、なんかの記事のやつを出したとか、あと、食べっ子動物のやつとか。ああ、うん。そうか、そう考えると、もういろんな種まいてる。食べっ子動物は丸ごとテレビ普通に出てたじゃん。あ、出たね。サマーズの。あ、あれはね、あれなんかあれ、ギャラもらったっけな、覚えてないかも。そうだ。でも1万円ぐらいもらったかもしれない。1万円分の食べっ子動物くれたんじゃない？いや、食べっ子動物は全然関係ないからね、あそこ、テレビ。いや、すげえな。そう考えると、でもその食べっ子動物から始まってね、ゴリラ川柳とあの、ノスタルジー漫画と確実にヒット作を出してるわけだからね。すごい、ちょい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 、いろいろ。ねえ、うん、それ。でもそのなんか当たりがあんまなかったから、当たりが欲しいと思ってたの。これをとにかく当たりにしたい。当たりじゃないのか、今までのな。当たりっていうのが、大当たりというかさ。なんか分かりやすいヒットみたいなのって、やっぱりね、なかなかなんかないしね。今どんな心境なんですか？そわそわしてるんですか？それともなんか。いや、不安の方が、嬉しさと不安半々ぐらいかな、今。あ、なんか、そうか。なんかね、その、もう決まってたら嬉しさしかないと思うんだけど。うん、流れが。これからまだ流れを決めてないから。そうか。どうしようかなっていうとこですよ。なんか背景うまいね。背景うまい。あれもね。これね、この4コマめちゃくちゃ書き直してんだよ。あ、そうなんだ。あの、絵を。うん。もう書き直して書き直して出してるやつだから、今後その時間なさそうだから、うんうん、それも不安なんだ。ああ。いや、3そうか、その同じクオリティで出し続けるのが難しくなってくる。そう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 、うん。すごいね。そっかそっか。え、もうその日に書いて、その日にアップしてるぐらいのペースなんですか？いや、今一応ストックはちょっとあるんだけど、でももうすぐつきそうな感じですね。うん、だって毎日でしょ、平日は。一応平日毎日とか言っちゃったんだけど、言わなきゃよかったかなってちょっと後悔してる。あ、でも書いてはないよね。平日、うん、出た。
G が出た。G、あ、お、出た。いい感じですね。カメラに止まってほしいよね。いやでも、カメラに止まったら俺の目の前ってことだよ。すげえやだよ、なんだよ。いや、ちょっと、G が発生しまして。そう、さっき見たって言って、やっぱり、このそわそわしてる心境と。ね。どっちのそわそわなのかっていうね。でも、そうっすよね。この今のこの状態が、その数ヶ月後か、1年後か、どうなってんのか。そう、全く想像つかないじゃん。楽しみだね。本当、とにかく、なんかあの、めちゃくちゃ大当たりとかじゃなくていいけど、なんか、そこそこのありがたみを受けたい。お、今のところは、今のところは目の前にちょっとしたドル箱がぶら下がってる状態じゃないですか。今はね。うん、で、それを手にできるかできないかみたいなのは今後も。だからこれできなかった時の後悔たるやよ。それ見たいな。いやいや、もうやだよ俺それ。もうやだよ。なんか大体こうなる人って絶対掴むから。そうなの、今までね。確かに、うん、流れは来てるもんね。100日後のね、ワニとか、やっぱすごかったよね。うん、でも今第2の100日後のワニなんじゃないの、もう。って言ってるから、ちらほらいるんだけど、うん、画面的に沼津さんがちょっとホラーになってるんですけど、大丈夫ですか。あ、すごいあれ。首だけしか出せない。最近モグラ叩きかなって思っちゃった。そう。え、っていう感じじゃない。だから第2のワニを期待してる人もいっぱいいるんじゃないのかな、わからない。いやー、でもワニはやっぱワニの凄さをどんどん痛感するよね、俺やったら。猫が違った。うん、ね、猫の方がメジャーな動物だと思うんだけどね。ワニの人はやっぱ菊さん、でも逆にメジャーがゆえに難しさもあるかもしれないですよね。そうなんだよ。まあね。なるほどね。もうほんと早くなんか安心。もう沼さんの顔がなんか終わらせたがってる。あ、これもしかして終わらせたがってる時の沼田が出てきた。顔が。え、何が？この顔は終わらせたがってる顔になってる。いやいや、あ、でもそろそろ記録、あの一回締めたがり。締めたい時の沼田じゃんこれ。締めたい。橋田壽賀子みたいな顔になってる。橋田壽賀子みたいな顔になってる。はい、ということですね。今日はね、貴重な話をね、貴重な棒を持つ猫の貴重な話をしていただきました。はい。はい。今後の室木おすし君と貴重な棒を持つ猫の発展を期待したいですね。これどういう締め。でもまさかね、この場でそんなムーブメント的な話がね。いや、ムーブメント、うん、俺は頑張りますんで、うん、ちょっと他のムーブメントも起こしましょうよ。起こしたいね。いやー、でもドリームを見せてくれたからね。また YouTuber をちょっとね。YouTuber 頑張るけどね、うん、やっとでも50人になったんだよ。こう、ありがたい。ああ。一クラスは超えたぐらい。一クラスは超えたんだよ。うち、ここに3人いるけどね、フォロワーが。そうそうそう。そうだ、桜がいるわ。桜だけど、桜でもいいんだよ、十分だよ。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Hey, Harold!